江ノ大です。ね、今日はね、6月の25日です。今日仕事も終わってね、やっとゆっくりできるなっていう時なんですけども、今日すごい大事なことを忘れていて、実はね、2013年6月25日、自分の父親の命日だったんです。すっかり忘れてました。ちょっといろいろ複雑な家庭事情でございまして、大変だったんです。ちょっと飲みながら話しましょうね。うちのね、父親がすごい酒好きの人だったんです。で、毎年ね、6月25日よっぽどのことがない限り大体飲んでました。一緒に飲んでるって気持ちでね。じゃあ親父乾杯。60代で亡くなっちゃったんですけど、自分と同じね、体でっかい人だったんです。結局ね、糖尿もあって、で腎臓も悪くて、最後は透析もしてて、いろいろね、もうお酒好きでね、本当にね、夜遊び回ってた人だったから、最後はね、すごい寂しい思いして亡くなったんじゃないかなと思っています。今でもね、亡くなった日のことすごい覚えてます。でちょうどね、6月25日、その日ね、当日の朝、自分ね、ある会社の研修受けてました。で研修受けてたんですけども、6月25日の朝、急に病院から電話がかかってきて、お父さんの心臓止まりましたって、止まったんですけど今は動いてますってね、連絡が来たんです。でこれはいかんということで、一応会社に連絡 したんですよ。父親の話はしてたんで、まあ、すぐ行ってあげてって、研修はいいから行ってあげてって話になるんです。で行きました、研修。病院に行きました。だからもう父親はもうすごい自分と一緒で、そこ話すの大好きな人だったんだけど、もう結局動くのは目だけなんですよね。目で俺を見て、で手も力も入らず、手も握り返せないって状態でしたね。で結局その日ね、3時間ぐらい親父の手握ってたかな。で看護師さんに、お父さんよかったねって話になって、もう大丈夫だよ今日はって話になったんで、はあ、そうですか、ありがとうございますって話で帰ったんですよ。俺もね、帰って失敗だったのか正解だったのかわからないんですけど、帰ったんです、その日。で帰って家でずっとぼーっとテレビ見てたのかな、いろいろ考えながらね。そうこうしてるうちに、夜ね、マックのね、アップルパイが急に食べたくなったんですよ。で、食べたくなって買いに行くんです。で、買いに行ったら、よくあるじゃないですか、ドライブスルーでさ、ちょっと出来上がるまで何分かかりますとかいう時あるじゃない。で、まさにね、アップルパイその状態でございまして、でね、アップルパイで5分待ちだったかな、5分ぐらいかかります、ああ待ちますよっつって、でね、待っていたら病院から電話かかってたの。お父さん危ないですって話になって、分かりましたって、でもアップルパイがって状態だったんですよ。だけど、まあ、そんなこと言ってられないんで、ドライブスルーでその レジの人に、すいません、ちょっとね、どうしても行かなきゃいけない理由なんで、お金は払います、お金は払うんで、その商品はもう食べてくださいってって言って、その場合急いで病院行くんです。行くんですけど、まあ、着いたら間に合わなかったんですよね。まあそんなこんなでね、病院に着いたらもう亡くなってるって状態だったのが、6月の25日の夜9時4分、あ違う、亡くなった時間が9時4分、それ俺が着いたのが10分ぐらいでしたね確か。あ違う、もっとだ、10分ぐらいかな。
10分ぐらいだったと思いますよ。本当にね、ついさっきって感じで、知ってると思うけど、あの亡くなった後に血圧計とかそうあるじゃない、ピッピッピッとか心電計とかさ、ああいうのは外せないんですよね、あの医者、あの看護師さんとかは。一応遺族の方というか家族の方が来て、で亡くなってるってことを見せてって感じでね。で本当に亡くなったらね、あの血圧計もねゼロなんですよね見事にゼロでしたね。当たり前かもしれないけどゼロで、で心電計もキーって状態。あーっと間に合わなかったなーと思って、ついて親父の顔見たら目開いてたね、開いてたなと思ってね、あー待たせてごめんって感じでしたね。ただね、なんちゅうんだろう、亡くなり、かなりそんなに長くはないって話を医者にされてたんで、覚悟はある程度できてたんですよね。だから涙はねすぐ出なかった。中よりねすぐね現実に返されるんですよ、亡くなった時って。あの経験した人いると思うけど、病院で亡くなった時って、あの医者にね、あ、看護師さんにまず言われます、いつ出せます、いつ出せますって。今死んで、あ、親父知ってる、ね、悲しみ爆発中なのにそんなこと言われるんですよね。明日の朝まで起きませんかって聞いたらね、それは無理ですって言われるんですよね。で、そっかって感じで、もうそっからもう葬儀会社に電話ですよ。電話して、そしたらもう一軒目でしたね、もうすぐね、あ、行きますって感じで、あの迎えに行きますって感じでね。そっからはもうトントンって感じでしたよね。ただあのね、親父もいろいろあって、親父の方の親族本当にね、本当にひどい人で、ひどい人って言ったら言い方悪いかもしれないけど、まあいろいろ事情あったかもしれないんだけど、親父側の兄弟とかそういうのは俺連絡もしたし電報も打ったんですよ。まあいろいろあったから嫌われてるっていうのは分かったんですよ。うまくいってない人があったからゴタゴタしてるあれだったんで、ただ兄弟だからそんな時に来るでしょ普通。だけど結局来なくて、電報も打っても来なくてって感じでね。名寄ってところに住んでるんですよ、住んでた、あの出身なんですよね。うちから旭川からだいたい1時間半ぐらいで行ける距離ですよ。亡くなったの6月だから、もう全然ね雪も降ってないし、飛ばせば下手したら1時間ちょっとですよね。なのに結局ね、電報も打ったし、電話もしたしで来なかったですね、来なかった、残念でした。すごいでね、親父のね長女、家系の長女の人から連絡あったのは焼いた後、親父のを火葬場で焼いて帰ってきて、ね、大変だったねって話をしてる時に、いきなり電話かかってきて、死んだってかいとか言って、今更何言ってんだって感じで俺めっちゃ切れたんだけど、その時、まあそんなこんなあってね、それがもう、まあ焼いたのはね、まあ6月25日より後の話だけど、まあ6月25日の次の日が、なんかもう通夜で、なんかトントントンって感じでしたよね、すぐね。俺もね、泣くポイントはね、あの火葬場でしたね。火葬場で、ああこれでもう親父の顔見れねえんだと思った時に、涙がブワッてね込み上げてきたのを覚えています。お袋と泣き崩れたっちゅうのをね、もうね昨日のようにね思い出しますね。ほんとね、実家の寿司屋はね、いろいろありましたね。あの安いお店だったんですよ、すごい。ただね、ちょうどね俺が前もね何かの動画で話したと思うんだけど、ちょうど回転寿司ができてくるんですよ。で旭川ってね、回転寿司本当に子供の憧れになってたんですよね。だからね、うちに客が遠のくんですよね、暇になるんですよ。まあそんなこんながあってね、で親父もいろいろ盛り立てようとして借金して、で店のリニューアルとかやるんですよ。やるんだけど、やった途端に心筋梗塞と脳梗塞をダブルでやって、で
なんかね店ができなくなったり、あとは店のお客さんに誘われてあのドライブ行くんですよね。あの滝の下とか、ね、坂の上滝の下忘れた。なんかねあれですよ、芝桜の綺麗なとこ、滝の上なんだかな忘れたけど、それをお客さんと見に行った時に後ろで親父がね店もあったしね、そんなね寝てない状態で行って、そして後ろの席で横になってたら事故ったんですよ車が、うん、事故ってお寿司屋さんにとってはもう命ですよ、うん、手がねもう手を折って、うん、大変でしたね。それでもう俺がねちょうど高校生の時かなそれね、うん、そんなこんなでねでね事故った後にねその事故を起こした本人から特に大した保証もされずあれねひどい話なんですよ。その事故った人の家はリフォームしたんですよね。多分すげえ保険金入ってると思うんですよ。だけどうちに一切入ってこなかったっていうね。まあそんなこんながあってね、本当になんていうんだろう、バカ正直に生きてた親父でしたね。で少年野球の監督とかやってプロ選手も出してます、まあ、そういうような人だから、もしかしたらこの動画を見てる人が寿司監督って寿司屋の寿司屋で監督やってたって聞いたら結構バレる人もいる、バレるかな、分かる人も多いんじゃないかなと思います、うん、そんなこんなでね、まあ今日がね9年目でしたね。だからこれ10回聞きとかなるのかな、いや分かんないんですよそういうの全然。でここ数年ねそういうことをねやってないんですよね。これやらなきゃいけないんだろうねきっとね。まあ結局ね今親父の骨まだね俺納骨してないんですよね。納骨しないでねお袋のところに置いてあるの。あの結局ねお袋と親父って最後離婚してたんで、だけど離婚してもねめっちゃ仲良かったんですよ。だからねあの親父お袋最後にはもう親父も施設に入ってたし、あの最後ね納骨まではお袋と一緒にいさせてあげようと思ってね、お袋のとこに骨を置いてる、うん、お袋のあのベッドの横に置いてありますね。だから今はお袋を連れていかないでねって感じで思ってます。そんなこんなでね、それからもう9年ですよ。もう長い長いいろんなことがありました。彼女も何にも変わりましたもうねもうちょっとね親父もね天国でね見守ってくれればいいんだけどねだけどね思いいい親父でしたね。そんなことを毎年この6月25日だね、だ毎月月命日が給料日中ね、今頃何してんだろうね。なんせ嘘つく人でしたね。あの甘いもの大好きだったの最後まで。甘いものも好き、しょっぱいものも大好き。でも、腎臓やってるから、透析もやってるし、制限されるんですよね。透析やってる人だったら多分知ってると思うんだけど。なのに、食べたいじゃん。だからね、俺に嘘を言うんですよね。いや、ちょっとお土産で、施設の人に持って帰りたいから、ちょっと買ってくんねえかって、俺に。何人に買ってくのって言ったら、4人だ。でも施設の人もっとたくさんいるよね。4人で問題ならない。問題っていうか、なんか後々、なんか大変じゃないのとか言ったら、俺だんだん目を見ていくんですよ、親父なんです。たら、ああ、泳いでるなと思って、目が。完全に嘘をおっしゃってる。で、結局ね、嘘がバレて、白状して俺にめちゃめちゃ怒られるっていうのがパターンですよね。でもねそっからね1年も経たないで死んじゃうんだ。だからねその時すげえ思った。もうねジャバジャバ醤油かけて食わせてやるかったと思って、あの醤油ぶっかけてもう好きなだけ食べなって、しょっぱいもの食べてって、好きなもの食べろって、甘いものも食べなよって。だって絶対もうそれ以上良くなることないと分かってればね、良くなるんだったらいいよ。でもね1年で死ぬんだったらね口うるさく言わなきゃよかったなって。
たとえね、1年間長生きしました、1年間生きれました、でそれが例えば3ヶ月の命になったとしても、皆さんだったらどうですか？どっち選びます？俺だったら好きにしたいな、ね、もしかしたらね、1年間でさ、医療もさすごい発達して治るかもしれないっていうチャンスはあるのかもしれないけど、すごい可能性的には低いじゃない？だからね、未だに思う、俺のやった行為は間違っていたのか正しかったのか、親父最後恨んだんじゃねえかな。だって寿司にさ醤油かけなかったらさ、うまくないに決まってるじゃない。うちの親父ね、最後ね、何食べたいってやっぱ寿司って言ってましたね。だからね、よくね一緒にね回転寿司行ったんですよ、親父と。肉球回転寿司ですよ、車椅子乗せてさ、でバリアフリーのさ、スロープのちゃんとある寿司屋、まあ大体どこにでもあるんだけど、行ってね食べるのさ。だけど俺が寿司醤油つけまくるから、親父がもうこれこことばかりに醤油をぶっかけるんだ。だからね、あれだってよ、怒ってたもんね。死にたいのが究極の選択だと思いますね。ということで今日はね、親父の命日でした。親父の年にね、親父がね60代で死んでるんで、ちょっと9年前でしょ。でおふくろと、今おふくろが72歳でしょ。おふくろの1個上だから、ほんと生きてれば73歳だったわけだ。ということは62で死んでるのかね。まだまだ全然若いうちに死んじゃったからね。亡くなった時にね、亡くなった葬式にね、すごいよ、施設にいたくせによく やることはやってんだなと思ったことがあって、愛人が来ました、親父の。誰だろうと思って、もうみんな分かんないです、誰誰誰って言ったら、あの棺桶にねしがみついてね、しがみついてというか本当抱きついて、ね、これ好きだったもんねとかいうものが全部正解なんですよ。親父が好きなもの全部知ってるって人でね、もう泣きながらで、いやありがとうございますって、俺も一緒だったから、ありがとうございましたって、失礼ですけどどちら様でって言ったら、いやいやいやっ って逃げるように帰ってきましたね。まあ、未だにね、愛人事件ってね、さっきおふくろと話したんだけど、そんなこともありました。皆さんもね、この動画見てる人の年齢層がどれぐらいなのか全くちょっと想像もつかないんですけど、もしね同じように親がもういい年だっていう人ね、いつどうなるかね正直わかんないよね。季節の変わり目でぽっくり行くって可能性もあるし、病気と戦って亡くなっていくって可能性もある。だからね、皆さん本当に後悔ないように、あとね、いろんな用意が必要です。亡くなった時にお金とかね急に出てきます。すげえ葬式ってねめっちゃ金かかるから、もうふざけんな。最近ね家族葬とかさ、小さいお葬式とかさ、そういうのがあるでしょ。俺ねおふくろの時はそれにしようと思ってます。会社でね、なんか葬儀場があるらしいんだよね。それめっちゃ活用しようかなと思ってます。安くできる。それ使わなかったらね、30万、40万、100万とかね、ボーンっていきますんで。皆さんね、本当にね、機会があれば、よくね、チラシとか来るでしょ。あれちょっと見といた方がいいと思うよ。うん。まあ、縁起でもない話かもしれませんが、命日だったということで、そういう話でまとめさせていただきます。ではまたの機会お会いしましょう。では私はこれからしゃぶしゃぶします。もうね、親父の代わりにねポン酢たっぷりつけて食べますよ。
あ、皆さんどうでした？江戸大三年見ました？最後おまけまで見ました、ちゃんと。俺の動画ね、一応ねチェックしてるんですよ。みんながどの時点でやめてるかとかって分かるんです。見るのやめるパーセンテージが多いの、だいたい5分ぐらいでやめちゃうんだけど、みんな。だけど今回ね、最後にねちょっとサプライズ入れてるんで、サプライズっていうかおまけ動画入れてるんで、ぜひ見てみてください。年取ってきてさ、薄味好きになったっていうの、やっぱしょっぱいのがいいよね。あと一つ連絡、来週、再来週、2週連続ちょっとサンデー休む可能性があります。明日がねちょっと雨の可能性が高いんですよね。だ撮影も行ってもワイパーだらけの動画になっちゃうし、でね、来週はもう2年ぶりで友人と大親友と町にお酒を飲みに行きます。だからもしかしたら隠し撮り程度の動画がショートあたりに出るかもしれませんが、サンデーはないと思っていただいていいと思います。ですのでちょっと2週連続ちょっとサンデーの方はありませんが、その後ちょっとね遠出をしようかと思ってるんで、ぜひねそれをちょっとお楽しみにお待ちください。ではまたお会いしましょう。おやすみなさい。